はい、どうも皆さんこんばんは、レプチンです。今日はね、デッドバイデイライトのキラー側、レースをね、使っていきたいと思います。よっこいしょ。はい、でですね、レースの強化が決定しまして、まあ、まだ日時とかね、どう強化するかを、まあ厳密に決まってないんですけども、まあもう公式が、まあ、強化を発表しまして、で、それについて今、スレッドが立ってて、ユーザー同士がそれについて議論をしているという感じです。よいしょ。あ、フレディの時に弱体化で結構荒れまして。よいしょ。はい。フレディ弱体化するにあたって荒れたので、多分今回慎重になってんのじゃないかなっていう思うんですけども。なんかいろんな項目があって、まあレースをこう強化しようと思うんだけど、どうでしょうみたいな感じで今、話し合ってますので、多分すぐ、もう明日明後日とかそんなレベルじゃなくて、来月、もしくは来年の初めの方とかのアップデートになるんじゃないかなと思ってます。強化か。になるんじゃないかなと思ってます。で、どう強化されるかっていうと、まあ、まず、透明化と透明化解除するときにシュワーって音するじゃないですか。ふわーシュワーみたいな。その音今無制限なんですけど、まあ、その音が、まあ、50、6メートル、半径56メートルになります。まあ、もしくは40メートルになるかもしれないっていう。話ですね。で、鐘の音が64メートルから24メートルになります。よし、オッケー。これはでかいぞ。よくいしょ。で、鐘の音解除するスピードは、まあ、変わらず3秒で、ただ、透明化になるスピードが3秒から 1.5 秒になりました。ほい。早くなりますね、ちょっとね。で、ほんで、なんか、透明化解除もちょっといろいろ変わるみたいで、なんかこれがちょっと難しいんだけど、まあ、今までみたいな透明化解除とは違う解除の形になるようですね。よいしょ。うわ、デッドアウトか。よし。ここで一人退場ですね。OK。まあ、早めにね、一人ずつ消してった方がいいんで。よし。これで3対1に持ち込めるからね。OK。で、あとは、透明化中に、ロッカーを開けたり、あと、板をね、透明化中に板をね、蹴れるようになりました。よいしょ。でも、透明化中に発電機を殴るのは無理っぽいですね。だったらいいじゃんと思うんだけどね。その二つの動作ができるならいいじゃんって思うんだけど、ダメみたいですね。あと、透明化中の、なんか視界が変わるのかな？よいしょ。あ、ずれた。なんか、白黒になるのかな？なんか暗視モードになるみたいで。血液とか、あと、足跡が見やすくなるモードになるっぽいです、透明化中は。強いですよね。もうそうなったら、見失いにくくなるんじゃないかな。よいしょ。はい。で、レースはね、光に対して非常に弱いんですけども、その光に対して耐性がつくようになります。ちょっと耐性がつくようになる。そう！惜しい！ちょっと光がね、食らいにくくなるみたいですね。で、他には何だったかな？何だったかな？まあね、すごい細かいんですよね。まあでも、どれが、なるかわかんないんですよ。もしかしたら、俺が今言ったやつ全部が、実装されるかもしれないし、この中のいくつかが、いや、ちょっとこれお前、これ実装したら強すぎでしょって言われて、しないかもしれないです、ね、
今公式の掲示板にこのスレッドが立ってて、今運営とユーザーとで議論してるので、まだどうなるかわからないと。まあそんな感じですね。まあ仮にこれが全部実装されたら、まあレース使う人は今より格段に増えるでしょうね。ただでも実装されてみないことは何とも言えないけど、まあ、絶対的に強くなるっていう感じでもないので、どうなんでしょうって感じですよね。解除されるのが早くなるわけじゃないから、よいしょ。ただ解除の透明化解除の時間は変わんないけど、解除のされ方が変わるらしいので、それはちょっとレプチンの英語力じゃちょっと翻訳しきれないんですけど、まあ、今と違う解除の仕方らしいんで、まあ、それがどうなのかっていうところですね。よいしょ。はい。なんか鐘の音も遅れて聞くようになるのかな。なんかちょっとサバイバー、生存者側を惑わせるような仕様になるっぽいですけどね。よいしょ。よいしょ。いじってますね。はい。ポンポン。あ、助けましたね。先行こうか。あっち。カラス飛ばなかったかな。はい。よいしょ。今、英文のやつ見てみたんだけど、1秒から 1.5 秒になるみたいですね。大した変わんねえんじゃねえかなと思うんだけど、光の耐性がね。うん。1秒で目くらんでたのが 1.5 秒になるよ、みたいな感じ。最近いるような、これ、板の前でぐるっとするやつ。最近地味に流行ってますね。はい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 、こっちか。よいしょ。えっほえっほ、待って、うわ出た、これギリギリ倒さんのやつで倒す。はい、だいたいギリギリで倒さないやつは2回目で倒すんですよね。はい、オッケー。はい、ポッポッ。いつになるんだろうな。まあでも早、まあ、今月中はないだろうな。今月中はさすがにないんじゃないかな。やっぱ結構前回の炎上の件で、うん、慎重になってるね。だって今まで強化するときにこんな議論しなかったもんね。いじってない。あと、なんだっけ。俺的にハグも全然見ないから、ハグもちょっと強くしてあげてほしいな。ハグ強化したのになんか今まるで見ないですよね。キラーでハグ来たらラッキーって感じだよね。そんなレベル。よいしょ。右行ったか。先に負傷状態のやつもやろうか。あいつ次釣るせは終わりだからな。治療しますね。ううなんもなかったね。残念。よし。そして行こう。はい、ほい、ほい、ほい。
あ、どっこいしょ。ほい。ほい、ほい。あと、ブラッドウェブの仕様も変わるみたいですね。ガラッと変わるみたいですね。でも、それはもう次の、アップデートで変わるみたいなんですけども。いた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 。ほい。よいしょ。超ヌグモーションとかね、ほんとレイスはもうビジュアルはもうすげえかっこいいんだけど、ね、いかんせん強さがね、強さがあれだから。まあでもロマンはあるよね。ランク1で一番使われてないキラーとかって言われててさ、それだけ弱いキラーだけど、まあ、だからこそ、この弱いキラーを使ってたらかっこいいところあるけどね。まあ、大体俺どのキラーも、まあ、まんべんなく使えるんだけど、やっぱキラーで、あ、ここに、何でも使えるつもりはいるんだけど、レイスはやっぱ勝率悪いですね、非常に。まあ、ナースとかハントレスとか、ヒルビリーあたりは非常に勝率高いですけど、まあ、フレディも勝率低いかもな、俺。あ、見せちゃった。見せられちゃった。また入ったな。降りた音はする。やろ。以上。あ、トラッパーでも安定するよね。トラッパー安定して強いわ。よいしょ。キラー講座の動画でも言ったけど、やっぱもう初心者にはとりあえずトラッパーをおすすめしますね。何のキラー使っていいかっていう人結構いるんだけど、レイスはあんまりおすすめしないな。弱くはないんだけどね、強くはないね、絶対。弱くはないんだけどね、とか言ったけど、まあ、多分弱い。弱いな、多分。弱い、ね。でもあんま弱い弱い言うとね、そう、あの、レイスは、ファンがたくさんいるから、レイスのファンがたくさんいるから、多分怒っちゃうから、レイスのファンが。よいしょ。あ、聞こえる声が。ここいじってたんや。あ、いた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 。気づいてる俺に。いた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 。ちなみに俺これアドオンつけてこいですからね。レアのアドを2個つけてこれですからね。まあ、俺が下手、レースの扱い下手ってのあるかもしれないけど。レアアドを2個つけてて、結構いい勝負だからね。よいしょ。あ、これ俺前動画で言ったっけ？ちょっと動画で言ってたかな？ちょっとそこら辺記憶曖昧なんですけど、ちょっと皆さんの意見聞きたいんですけど、前、生放送中にリスナーさんに言われたんですけど、なんだ、サバイバーは、アドオンとか生きて帰ったら持って帰れるけど、キラーは、なんだろう、サバイバー例えば全員倒したとかしても、持って帰れないのは、不公平なんじゃないかっていうことを言われたときに、全くそんなことを考えもしなかったから、ああ、なるほどなと思ったんですけど、皆さん的にはどう思います？それについては。まあ、ただ、
キラーがアドを持って帰れたら相当強いと思うんだけどね。あのハントレスのあの一撃斧とか何回もやられたらたまったもんじゃないから、ちょっと難しいところだと思うんだけど。よいしょ。さん的にはどうでしょう。よかった、倒せた。はい。ね、トラッパーとかもね、あのダイヤモンドだっけ、ダイヤモンドの砥石みたいなやつとか、罠3つ持ってけるやつ、バッグとかね、あんなんもう常時使われて常時全キルされたらもうたまったもんじゃねえか。まあ今のままでいいと思うんだけど、でも分かんなく、気持ちも分かんなくもないなと思いました。はいってな感じで、なんか昨日、そういえばフレディと同じマップじゃね、今思ったけど昨日の。はい。まあ、マップのせいもあるし、レースのせいもあるけど、ちょっと手こずっちゃって、またちょっと動画の尺これ長いんじゃないかな。すいません。あの、昨日なんか特に20分だったからね。はい。てな感じで、レースの強化が決まって、まあ、日時はまだ未定なんだけど、まあ、さっき言ったような強化の案が、一応、候補として出てて、まあ、どれが、実際に実装されるかわかんないけど、まあ、間違いなく強くなりますので、皆さんね、ちょっと楽しみに待っておきましょう。で、強化されたらね、すぐその動画にしますので、お楽しみに。あ!また俺メメント使わせた。あれよ。ね、またメメントね。俺メメント持ってくるたび忘れるんだよね。はい、ってな感じで。ご視聴ありがとうございました。バイビー!